はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ、今回からトーマ王国編をやっていきたいと思います。まあちょっとリクエストでもインビジブルキングダム、まあやってほしいという声がありましたので、ありがとうございます。なのでトーマ王国の方もちょっとやっていきたいんですけれども、まあちょっとまた運命の分岐点から始めると多分アンヤとかビャクヤの時のデータを引き継いじゃうんで、まあ初めからで、今回はですねハードでやっていきましょう。ハードで、別に上級者じゃないですけど、まあ2つクリアしてるんでハードモードにして、で、まあクラシックでしょう。で、主人公はちょっと2回とも男で来てるんで、まあ女性でいきますか今回は。まあ大きい女性か小さい女性かって言われたら、どっちがいいんだろうなこれ。ちょっとこっちの方が大人っぽい感じがするけど、でもなんか大きい女性っていうのもな。まあ普通にこっちにして、髪型か。ここら辺なんかエリーゼみたいな感じだな。完全に幼いな。セクシーって。これセクシーか？このスーパーサイヤ人みたいなの。これ開発者のちょっと感性を疑うな。申し訳ないけど。全然セクシーさはちょっと感じられない。俺には理解できないな。どうしようかな。これが一番まあまともかな。まともっていうか。ショートにしよう。ショートがいいな。これにして、髪飾りなんかつけよっかな。まあ、ホワイトローズでもつけますか。髪の色か。どうしようかな。ピンクとかだとなんかフェリシアとちょっと被ってるしな。何色がいいんだろうな。ここら辺にしとこう。で、顔。優しいとか。これ笑ってるだけじゃん、ただ。かわいい。これかわいいかちょっとなんか危ない目の感じがするんだけど。綺麗は。これもあんまり綺麗な感じはしないけどな。何なんだろうな。ちょっと俺開発者と趣味が合わないのかな、女性の。強いとかこれ超怖いんだけど、なんかもう精神いってそうな感じだよな。なんかいいのがない。まあ真ん中かな。まあ普通にこれにしましょう。で、顔の特徴。まあ、傷とかつけてもな。しょうがないしな。ほくろくらいつけときますか。で、口調か。頼もしいわね。まあ、大人っぽい口調ではないよな、どう考えても。私は本気だよ、ねえ。これ完全にエリーゼタイプだな。これだな、真ん中。で、OK。そうか、名前か。名前をどうしよう。ミカミックスでいいかな。違和感出ないかな。まあでもちょっと、やっていく上では、やっぱりミカミックスでやっていきたいんで、それでいきましょう。で、12。これ意味あんの？この誕生日とか。12月31。あ、そっか。長所どうしよう。力と魔法はやったから、何がいいんだな。素早い感じでいくか。素早くて、病弱ってなんだっけ？ヒットポイントが低いんだっけ？病弱にしよう。素早い病弱。病弱ってなんかすげえ嫌だな。素早いんで素質は、何がいいかな？盗賊にしよう。OK。じゃあ、主人公クリエイトもできたので、セーブはここにするか。まあ、ちょっと物語の中身はまた飛ばしていくので、まあ、ちょっとここら辺から見始めた人は、ちょっと白夜王国の方で物語を6章のところまで、まあ、しっかり見てってるので、まあ、そちらをご覧いただければと思います。まあ、最初はね、これチュートリアルが続くんで、ちょっとここら辺はもう3回目になるんで、サクサクやっていきます。もうほとんどスキップで。戦闘結果もいいよ、スキップしよう。何が起こったのか分かっ、そうだ、キングクリムゾンとか叫んでたな、俺。アンヤ王国の時に。アンヤの王子よ。これは、そうだ。スキップできないんだ。で、匠が出てきて。敵が出てくると。頑張って。匠で攻撃を仕掛けて。いいか。死なないんだよねこれ確か。そう、死なないから主人公でとどめを刺して終わりと。僕もいるよ。さよならと。オッケー。
よし。で、これは夢でしたと。はい、無償終了ですね。で、一章はマークスとの戦い。ここら辺も強くなってんのかな、マークスとか。それだったらちょっと面倒くさいな。衝撃か。ああ、ちょっと歩くのが遅い。設定を変えないと、設定を。で、ちょっと最初なんで、戦闘はもうオフにして、これもオフにして、早いにして。一応6章過ぎたら、ちょっと戦闘アニメはオンにしていきたいと思うんで。うお、めっちゃ暗いんだけど、マジか。あ、いててててて、やばいやばいやばい。初期能力とかも関係あるのかな、職業によって。未だにそこら辺が理解できてないっていう。だからパラメーターの伸びは確実に素早さ重視で上がっていくと思うんですよね。うおー痛い。これでレベルが2、力が上がった。ヒットポイント17ってどうなんだ。これでとりあえず倒せるか。ほい、さよなら。第1回目で何章までいけるかな。多分ちょっと2章あたりから少し戦闘が本格化してくるんで、1回で6章までいけるかな。ハードモードだからちょっとわからないっすね。もしかしたらちょっと1回で6章までいけないかもしんないんですけど、まあ、龍脈は使っていきますか。これでまあ回復床になって、ギュンターだな。ギュンターをちょっと前線に出そう。グレートナイト上級職なんで。あ、そうか、主人公女だからフェリシアちゃんじゃないんだ。こういうところもね、ちょっとモチベーションが下がるというか、なんというか。よろしい。ギュンターちょっと前線に出して、右はギュンターで大丈夫だと思うんだよね。こいつここに置いとこう。あー、しっかり射程2から狙ってきてんな。おお強い、さすがだグレートナイト。やばいやばいやばい、大丈夫か。これでどうする、鈴風ぶっ倒しとくべきか。こいつ倒せそうだな。なんかこの位置だとメイド狙われそうな気がするんだけど、射程2で大丈夫か。うわ狙われた、やっぱり。大丈夫か、とりあえず。まだここら辺はなんとかなるか。早速こいつレベル3に上がってるし。うわー力が上がんなかった。あれ、下から攻め込んできてるやつがいるな。とりあえずジョーカーでこいつを倒せるな。 OK。 ジョーカーレベル2。こいつは何が強いんだ。ペンシアはね、結構魔力が、うわー倒せない、上がってったんだけど。でも死なないだろう、それは大丈夫だな。こいつちょっとぶっ倒しに行こう。ほら、いやギュンターマジ強えわ。ここで戦死者は出したくないからな、さすがに。ただギュンターはな、やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ。3章が終わると早々に離脱するからな最初。ジョーカーで倒すか。なるべく均等にレベルを上げていくか、一人無双キャラを作るか、ちょっと悩みどころだな。次の無限渓谷からの戦闘がね、結構厳しいんですよね。まあ2章はね、回復床もあるんでなんとかなる。こっからっすね、こっから。でどうせハゲが来るんですけど、ハゲは全く役に立たないんで、このハゲですね、このハゲ、ガンズ。もうだいぶ名前覚えてきたな。
ここにして、あーどうしよう、これ防刃使おっかな。力と守備が4上がんな。防刃かけよう。でこいつちょっと回復役に徹しよう。よしこれでいきましょう。ほらマジ弱いガンズ、なんなんだこいつは。ちょっと上はガンズに任せて、で回復って確かこいつ1マスだよな。おお倒した、やられたマジで何しに来たんだよこいつ。あしまった、リュウミク使うの忘れた。そのまま待機しちゃったよ。うわ来た上のやつ、上のやつぶっ倒してからの方がいいかな。一応こいつここに置いとこう。来るか、おお無駄無駄無駄、いいね。おおめっちゃ上がった。ちょっとギュンターとハートがついてる。完全にこれ親父と不倫だなイメージ的に。バカな弓使いがいるか。まずいたたたた、きっちり狙ってくんな。これでただガードがたまったから弓使いぶっ倒して OK で、こいつで倒せんでしょ。よしで、ここあれなんだよね、増援が出てくるんだよね。増援の出現ポイントがいまいちわかんない。うわ何も上がんなかった、何もっていうか力しか上がってない。ここに置いて、さてどうしようかな、攻撃を仕掛けるか。 61% か。このさ縄文とかすげえよな、防御プラス2回避20とか。いけるか。ほら無駄無駄、結局何にもならなかったな。よしこの弓使いも、うわ来た、できればこれで倒したいな。11くらい減らせられるか、当たれば倒せる、当たれ、よし当たった。ちょっともう制圧しちゃいましょう、これかなり危険なんで。レベル5、うお力が上がらない。制圧をかけます。で一応なんか難易度的には白夜と暗夜の中間あたりっていう感じみたいですけど、暗夜王国はねやっぱ相当難しかったですよね。ノーマルでも相当戦死者が出たんで、まあトーマ王国は暗夜の味方と白夜の味方が、まあ、ほぼ仲間になるみたいですけど、こいつここでやられるんだよね。よーよー何、まあ突き落とされるところは見とくか。お前やられねえだろガンズごときに、やられちゃったよ。さよならギュンター。さて三章も OK、 ごめんなさい。大丈夫だ、いいか。で誰で入るか、そうそうこいつ傷薬持ってんだ。ここにいて訪問して、ありがとうござい、何くれんだ、あ女神の像だ。で物交換でちょっと傷薬パク、うわ交換しないといけないんだっけこれ。あ大丈夫か、女神像もパクとこう。はいオッケー。でリンカで進んで、どっちのルートから進んでいこうかな。まあいいや、これカットしよう。龍馬の進みがね若干遅いんですよね。
してこいつでぶん殴って、ほら鈴風いけるか、いけないな、届かない、うおー、火の粉さすがだ。てか俺のキャラちょっと火の粉とかぶってないか、ここら辺でリンカとか死んだらどうなんだ、戦士扱いになるのかな、やばいやばいぞ、早速やばいぞこれ、とりあえず3体倒そう、あ、1体倒してくれるか、で自分で倒して鈴風で倒して、でリンカはちょっと傷薬をパクろう、傷薬をパクって使える、あ、使える使える使える、 OKOKOK、 おお、だいぶ攻め込まれてるな、で龍脈のとこまでいけねえし、しかも今回こういう物とかも駆使していかないとな、こいつらやられたらどうなんだろう、龍脈を使って、ほらー、なんだ死んだかと思った、もう全然ダメージが当たらない、どうしよう、ちょっと危険そうだな、防刃かけるか、力4、守備2、守備が上がるからいいかな、うわ死ぬ、やばいこれ続かず死ぬぞ、死んだ、死んでいいのこれさよなら続かず、いやこれ死亡扱いだな多分、いきなり続かず死んだ、ってか敵強えし普通に、大丈夫かここら辺のやつら、さくらとか狙われたら絶対やばいぞ、倒せるやつを倒していきたいからな、とりあえず攻撃でこいつをぶっ倒す、で主人公は死んだら終わりだから、いやリンカも死にそうだな次のターンで、うわーやられる、これやられるぞ、よ死んだー、さらばだこれ龍馬はまあ多分無双してくれんな、さくらがやばいな、火の粉とか動いてくんねえかんな、頼むぞ龍馬、お前だけが頼りだもん、これ大丈夫そんなことより、死ぬんじゃん自分、これやばい自分が死ぬまず、いやだってこれ次のターンやられるっしょ、おー、いやラッキーでかわせたけど、死ぬなミカミックス、こんなこと言うんだ、いやーちょっと待って、いきなりゲームオーバーになっちゃった、やり直しましょう、というところで、そうですね、じゃあ次またここからやっていきたいので、今回はこれで終了して、やっぱちょっとハードモード手応えがいきなりありますね、少しちょっと戦略を練ってからやっていこうと思うので、今回これで終了します。